はい、やってまいりました。高橋が急いでるので、いたずらシリーズパート3。イエーイ。今日はマジだから。イエーイ。もういいか。もういいし、今日マジだから。本当に。じゃあやっていきましょう。やっていこうとかじゃなくて、今日マジなの。まあ僕はちゃんと偉いから、本当に偉いから、ちゃんと片付けながら回してますから、本当に偉いよ。これどうやって切るの？え？ホーム流し。ホーム流し、はい。で、スリープ。はい。はい。切りました。はい。しかもこれちょっとズームされてるかし。なんで俺が直してんの？俺がなんで手伝ってんの？なんか全然おかしいなと思ったら。いや、ちょっと俺も片付けしながら準備だから。ほんと今日マジ5分だから、あと。え？あと8分で出ないとだから。なんで？大丈夫だよ。でもだんだんなんか俺も邪魔され慣れてきて。だいぶこなれてんじゃん。こなれた。あ、まだこれ危ない。これガチでこれデータ危ない。ほんとだから君そういうよくわかんない。よくわかんないことをこうやって今回して。本当のこと忘れて、本当知らんからね。俺も本当帰れないからね、今日夜まで。え、じゃあ、まあ、最近動画休めばいいか。いや、休めないやつだろ。よいしょ。さあ、あと何分だい？もう5分よ、あと。じゃあ、あと10分ぼーっとしてればいい？とりあえず。ダメだよ。よし！ちょっとやっぱ片付けてるだけだったらみんな退屈させちゃうから、俺ちょっと喋ってるね。いや、片付けろよ。はい、ということでね。片付けろ。やっていきましょう。今ね、さっきまでちょっと生放送、この公開はちょっとだいぶずれてると思うんで、いつになってるか分かんないんですけど、生放送さっきはしてたから、ここにマイクがあるんでね、マイクに向かって喋りたいと思います。急いでー、早くしないと遅れちゃうよー。急いでー。君のせいで遅れそうなんだよ。君のせいで遅れそうなんだよ。何、人のせいにしちゃダメだよ、すぐそういうの。よくないよ、そういうの。悪い癖だよ、人のせい。君のせいなんだよ。君のせいとかね。俺だってこれちゃんと片付けてこうやってやってるんですから。もう俺今日ガチだから本当に喋れないって言ってるのに回すんだもん。もう本当にガチだよ。だって俺が遅れたら本当終わりなの、一貫の。なんでよ。俺が全部チケット持ってるみんなの。なんで君が買っちゃったの？俺が買ったからだよ。だからそれはさ、やっぱみんなに頼めばよかったんじゃないの？やってって、うん、ダサそいって。俺はちょっとあれだからお願い、ダサそいって。それは君だろ。俺は全部お願いしちゃう。いやいやいや、ちょっとあー無理だよーって言っちゃう。チケット買い方わかんないって言っちゃうから全部お願いしちゃう。いやいや、その言い方がダサいよ。俺人にお願いするの得意なんだよ。そう、いや、かっこよくない。え、全然かっこよくない。かっこよくない。結構俺ね、人にねお願いするのすげえ得意なんだよ。全然かっこよくない。ちょっとやっぱなんかやんないと。いや、だから今日だからその時間がないからって言って。せっかく回してんのにさ。いや、回してるのは分かるんだけど、うん、今日は本当にその本当のやつだから。別にいつも本当のやつだけど。いつもはじゃあ嘘ってこと？いや、いつも以上って話。今日結構いつも本当にもう本当に切羽詰まってる。だから全然笑いとかに構えないレベルのやつだ今日。マジなやつだから今日本当に。何分今？何分？もうちょっと待って。何分？あと5分。ディーフェンス。ディーフェンス。いや、本当俺仕方するから全然。いや、本当のやつなんだもん。俺本当にこれでいろいろ忘れ物したら俺マジで終わりだから今日。俺がだって8万円ぐらい負担してるから、みんなからそれ8万円もらえなくなる。じゃあチケットはちゃんとね、ちゃんとチケットだけはいいんだろな。あと遅れたら終わり。だって入れないの？入れないよ。嘘。だからちょっと本当のやつなの今日。前回とか別に普通に遅れたからね。普通に遅れたから。嘘。嘘。やばいじゃん。じゃあ急がないと。何してんだよそんな。何ぐーたらしてんの。君のせい、君のせい。イエーイ、面白いね。こういうの今日はだから、こういうのって楽しいね、やっぱりね。今日は面白くできないんだよ。なんか一言もらいたいんですけど。え、なんか一言ください。無理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 、今日は無理。今日だけは無理。他の日だったら全然いいんだけど。じゃあ明日も撮ろうかな、これ。いやいや、無理無理無理。明日のがまだいい。え、何分？急いでよ、ほら。急いでー。3分。3分？じゃあ俺あと10分かけるね。ああ、いやね、やっぱりこうやってね、みんな急いでるからね。いや、だから、なんで急いでるかっていうと、事前にカバンにチケットを入れとかない人が悪いと思うんだよ。仕事してたからできてねえんだよ。仕事してたんだよ、俺だって。暇だったら入れとろ。昨日の、夜に入れとけばよかったと。夜、俺4時まで動画編集してたんだよ。で、一昨日の夜に入れとけ
ばよかった。でカバンもし間違ったらどうしよう。その時行くカバンが変わるかもしれないだろ。それで別のカバンで行っちゃったらどうするんだろう。だからだから分かる。今日今日の朝早く起きて入れればよかった。だから編集してたっつってんだろ。4時5時でも寝たく7時だぞ。面白いな、もう本当にもう今日間に合わせなきゃと思って。どんだけ楽しませてくれるんだ俺を。今日俺全然面白くできてないもん俺今。あとで反省対象だよこれ。分かってるけど、いや分かってるけど、これガチだから。ちょっと待って、データ移動ちょっと待って。これもう今日これ絶対使えないって。これこれ今日のは使わない方がいいよ。これ今日使いますもん。いやこれ本当使わない方がいいと思う。いやだいぶ今、いや本当の焦りって本当に面白いからね。いやいや、あの人の本当の焦りは余裕のない焦り。いや余裕のない焦り面白いと思う。悪魔か。いやいや、いつものは俺面白いと思うよ。え自分で 笑いがあるじゃん。別に俺が同じ立場だったら面白いもん。ああそう。今日だって笑いないんだもん。いやだいぶ笑えるよ。笑えてる。大丈夫。俺すげえ不安なんだけど。君はだからその焦ってるからそういうなんか今余裕ないと思うけど、うん、だいぶおもろいっす。本当に安心しろ。俺すげえ自信を持て。公開してほしくないもん。こんなにガチで自信を持て。何に自信を持つんだ。大丈夫だ。何自信を持て。もう出るよ。はい出ますから今。本当に出るよ。え嘘。もう出るよ。だから言ってんじゃん。だからだって15分でしょ。まだ大丈夫じゃん。えだってまだ48分だよ。58分だよ。よ何が48分だよ。お前それ信じてよ。もう58分だよ。バイバイしてほら。バイバイして。バイバイして。バイバイ。違う、遠いよ。もう近く。近くでバイバイして。近くでって言ってる割にお前椅子とかどけねえって何も考えず本当に撮ってんじゃねえか、お前。だって、君が急いでるって言うから。だから言うて。怖いよ。だから今日は本当に急いでるから構えないよって言ってんじゃん。で本当に俺今日は急いでるんだから、本当だよって言ってんじゃん。楽しいな。楽しいなじゃないよ。俺ちょっと不安だ。ほんとこれ使うの本当にこれ。大丈夫だよ。いや俺本当ファンだと本当に急いでるから、ちょっとなんなら本当にちょっとイライラ風で映ってるもん絶対。本当に嫌だ俺だから。そのだいぶ面白いから。やだだいぶ面白いから。ちょっとやだよ。はい、じゃあちょっとバイバイして。出るよ。いいよ、バイバイして。バイバイ。バイバイ。もう出るから。バイバイ。出るよ。